Hello everyone. Thank you very much for watching the ITV Special Culture Program. You're gonna be pilot. 皆さんご一緒に Yes, you can! Thank you very much. 皆さんありがとうございます。お疲れ様です。今日もご覧いただきましてありがとうございます。今日は、トラフィックパターン、トラフィックパターンですね。あの各飛行場にあの日本語で言うと常習経路という、まあ、小型機あるいは、まあ、ヘリコプターは直接入ってきたりしますけども、あの特にセスナとかですね、まあ、あのヘリコプターも例外ではなくてですね、トラフィックパターンってその各飛行場に、まあ、侵入したりあるいは、あれですね、あのデパーチャーつってあの出発したりするときに、普通はあの滑走路があって、あのエアラインとかの飛行機なんかはあのまっすぐ入ってきてまっすぐ出てくるんですけども、小型機の場合はあのこういう常習経路というところにこう一旦入って、それであの離着陸するんですね。その常習経路トラフィックパターンについて今日は、ご紹介したいと思います。ですね、あの空港エアポートはあのタワーのある空港とタワーのない空港がありますね。ある程度の規模になってきますとタワーがあります。だいたい、アメリカ、もう各地にエアポートたくさんありまして、小さなあのエアポートは個人で持っているあのエアポートとかですね、あるいはまあ、あのコミュニティとかね、あの地域で持っているようなあのエアポートもありますし、まあ、あの市で 市町ですね、市町で持っているようなあのエアポートもあります。であの運営は私詳しいことはよく知らないんですけども、あのパブリックの公共のエアポートがとても多くてですね、着陸料なんか払ったことないですね。私あのほとんど着陸料払った経験がないです。日本ですと各飛行場に行きますと、あの着陸料って1回着陸するといくらというふうにね、かかるんですね。まあ、ちょっと最近いくらか知りませんけども、静岡で言いますと静岡のヘリボートとかですね、あの辺は確か1回着陸すると3000円ぐらい払ったかな。だからタッチアンドゴーなんかしたら大変ですよね。タッチアンドゴーってのは離着陸をするんですけど、普通はあそ静岡ヘリポートではやりませんけども、仮にやったとするとですね、1回着陸するんです3000円ですから、3回で9000円というようなことで、バンバンあの離着陸訓練するとそれだけ着陸がかかりますよというようなことですね。でも私はアメリカでは払った経験がありません。大きな空港はもちろんですね、ロサンゼルス空港にもよく、いや空港の上のですね、駐車場の上に、ヘリポートがありまして、そういうところに着陸してもですね、着陸料払ったことないですね。あるいは他の空港ですね、行っても払ったことは私ちょっと経験上ないんで、本当は払わなきゃいけなかったのかもしれないですけども、払ったことはないです。で、空港はそういったように大きな、まあ、ある程度大きな空港になってくると、コントロールタワー、前にやりましたね、タワーコミュニケーションというところでちょっとやりましたけども、コントロールタワーがついてる飛行場が、結構あります。で、アメリカ広いもんですから、コントロールタワーない空港がいっぱいありまして、まあ、そういうところで適当に皆さん適当に入ってきちゃうととても危険ですよね。ですから、まあ、タワーのある空港、ない空港、どちらでも一応、トラフィックパターンと言いまして、まあ、言ってみれば航空管制をしている、まあ、パターンがあるんですね。そのパターンの、フォローしてそれに従って着陸離着陸します。で、トラフィックパターンについてですね、基本的にはどんなことかという、まあ、四角い、あれになるんですけども、まあ、真上から見ますとですね、こんな具合になります。こんな具合で、まあ、これどう見るんだ、こうか、こうですね。ちょっと見づらいですけども、ここが滑走路だと思ってください。これが滑走路で、ちょっとこうなってもらうのかな、ここが滑走路で、
まあ、風に正対して離着陸しますんで、こちらから風が吹いてると仮定しますと、こちらから上がっていって第一旋回して第二旋回して第三旋回で第四旋回でもまた帰ってくると、こういうような、まあ、日本語で言うとそんないうふうな言い方するんですけども、この最初にこう離陸していくここの部分ですね、この部分をアップウィンドレグと言います。アップウィンドレグ、でここをですね、ここをクロスウィンド、クロスウィンドレグと言います。でここをダウンウィンドですね、ここのところダウンウィンドレグと言いまして、で最後ここはベースレグと言いますね、ベースレグで一番最後、ここ最後ファイナルですね、ファイナル、ファイナルアプローチとかね、まあいろいろ言いますけども、ファイナルですね、ファイナルレグっていうのかな、ファイナルになりますね、まあ、最終進入のところですね。で、ジェット機とか、あるいはラインの飛行機とかですね、なんかはもういきなりこう着陸もストレートに入ってくるし、離陸もストレートアウトデパーチャーが基本ですけども、小型機、セスナとか、まあ、ヘリなんかもですね、で基本はやっぱりこのトラフィックパターンに従ってやるということですね。これだとちょっと分かりにくいので、もうちょっと絵に描いてみました。まあ、これヘリコプターで描きましたけど、こんな具合になりますね。分かるかな、これ見えますね。ここが、ここが滑走路がこういうふうに、滑走路がこうありますね。一応風がこちらから来てると仮定しましてですね、こっちから風が来てると仮定しまして、風に対して正対していきますので、まあこれヘリコプターの絵で描きましたけども、こんなふうにいきます。ここが滑走路ですね。でヘリコプターもいきなりこうバーって上がるんじゃなくて、実はノーマルテイクオフって言いまして、ちょっと浮上してですね、ここからもう地上すれすれにホバリングしまして、でそこからずっと前進速度を加速していきますと、ぐわっとこう揚力を得てですね、ぐわっと上がりやすくなりますね。である一定の速度になりますと、ここ機首上げしまして、操縦桿をちょっと引いてあげますと、機首上げしまして、上のこうですね、こちらここか、ここがいわゆる、ここが、アップウィンドですね。アップウィンドレグでここ上昇していきます。ここでぐーっと上昇していって、ここでさらに今度はこっちへ90度旋回、第一旋回しますね。90度曲がっていきます。まあ、真上から見ると四角になるんですけども、四角、まあ、長方形ですね。ここの部分を、クロスウィンドレグと言います。クロスウィンドで、その次がさらに今度は滑走路の横、同じように、こう下ってくるんですけども、ここがベースレッグっていうのはここですね。この部分がベースレッグで、最後から2番目ですね。ここのところにまた今度はもうこの辺途中からもうだんだん降りてきますんで、この途中からだんだんこうエンジン絞ってやるとぐーっと高度も落ちていきますね。でここのベースレッグもぐーっと降りて、でさらにファイナル、オンファイナルって言いまして、このファイナル最終進入、ここでもう本当に滑走路まで降りていくというような、こういうトラフィックパターンというのが、もう決まっています。で、これは通常左のパターンですね。通常こう左回り のパターンになるんですけども、エアポートによってはいろいろその諸事情でですね、例えば左が旋回していくと山があったりとかですね、あるいはいろんなその地形上の問題、あるいは住宅密集地だとか、いろんな なんか工場があったりとかですね、いろんなことがあって、左旋回できなくて右側にパターンを作ってあるというようなところもあります。でそれはすべて決まっていますので、事前にその行く先々のエアポートについて、まあ、パイロットは調べてね、事前調査をしてから行くと。でそういった資料もすべてアメリカじゃなくても日本でもそうですけども、事前に調べれば分かりますので、そういったものを調べていくと。でその時にもうタワーが、もしここに、もうここにちょっとたまたまタワー書いてありますよね。タワーがあればタワーの周波数、周波数をちゃんと押さえてですね、あるいはデパーチャーコントロールとか、大きな空港になりますとデパーチャーコントロールとかアプローチコントロールとか、デパーチャーというのは出発のあれですね、あるいはもう着陸するに進入してくるのにアプローチというコントロールの周波数もあります。で今度着陸
しますと、実際に着陸しますと、今度はその、誘導路っていう滑走路じゃなくて誘導路って言いまして、誘導路っていうのかな日本語だと、そのタクシーウェイというのがあって、まあ、ハンガーいわゆる格納庫の方までこう地上をこう地上滑走してくるような、まあ、道路というか、まあ、あるんですね、そのタクシーウェイというところをこうずっとフォローしていくんですけども、その時に地上で のコントロールもそれは周波数また変えて、その管制に従っていきます。それグラウンドコントロールと言いますけど、そのグラウンドコントロールの管制に従ってこの目的地まで行くというですね、そんなふうにいろいろややこしいことが大きな飛行場になってくるとありますけど、もうアメリカはさっきも言ったようにノンタワー、ここのタワーがない、これがないような市営の飛行場とか町営とかですね、あるいは個人 の飛行場なんかもありますので、そういう場合は周波数っていうのは、まあ、一応決まってまして、そのどこで周波数を調べるかっていうと、その ちゃんと FAA って連邦航空局が承認されてる、周波数があってですね、そこで、まあまあ、本冊子とかですねいろいろ調べることができます。でそこで ここに書いてます CTAF っていうこれはそういう周波数なんですけども、これはCommon Traffic Advisory Frequency といいまして、なんて言うんだろう、 Common Traffic Advisory Frequency、まあ、CTAF って言いますけども、そこでその割り当てられてる、タワーがない飛行場の周波数がこういうふうに、書いてありますので、その周波数を使って、タワーがありませんから、例えばこう着陸侵入して飛行って遠くまで飛んでいきますよね。そしてこの飛行場を目指しているときは、その周波数に合わせて、その飛行場の周辺の皆さん、こちらはヘリコプター何々ですと、あるいはセスナ何々ですと、その自分 の登録番号ですね、機体番号をアナウンスして、そしてその この辺で飛んでいる同じ周波数皆さん聞いてますから、その他のパイロットに対して自分は今大体今どこにいて、どんな高度でどっちか方面から向かってますよとかですね、あるいはトランジションと言いまして、そこをただ通過するだけの機体もありますから、トランジションサウスノースとかですね、南から北にトランジションします、トランジションというのは まあ、行き過ぎるとですね、そういうトランジションすることもあるし、あるいはその着陸侵入、するような場合もそのセルフアナウンスをするわけですね。でその先ほど その周波数、まあ、ここで言うと 122.9MHz かなこれ、に合わせて、その無線機の周波数を合わせて、のこうトークスイッチを押してアナウンスして入っていくわけですね。で、このさらにですね、ユニカムっていうのがあるんですけども、ユニカムっていう周波数も合わせて書いてあることがあるんですね。そのユニカムって何かっていうと、大体飛行場があるとガソリンを供給してくれるガソリンスタンド屋さんとかですね、あるいはカフェ、前に昔私がロサンゼルスのリバーサイドの近くにコロナという空港がありまして、そのコロナの空港のゲート入ってすぐのところにボブズカフェといいまして、カフェがありました。バブズカフェ、ここがまあ、ユニコムなんかやってくれまして、ある種その周波数でいろんなアドバイスをくれます。例えばやっぱ風が何ノットでどっちの方向から吹いてますよとかですね、あるいはそのまあ滑走路の途中でなんか工事してるから気をつけろとかいろんなこと言ってくる、あるいはもっと便利なですね、そのガソリンも供給してるから俺のとこ来いよとかっていういろんなことを情報をくれます。どうかするとですね、例えばホテル の, 予約まで取ってくるタクシーを手配してくれたりとかですね、そんな親切なことをしてくれます。これそういうのユニカムって言うんですけども、ユニカムの周波数も合わせて書いてある。だいたいこの CTAF っていうのは Common Traffic Advisory Frequency、 これは一応基本が 122.9 っていうその周波数に決められてまして、で、まあ、ユニコムもそれを使っていることが多いので、まあ、こうやって、調べ事前の調べるとそのチャート上、チャートって、まあ、
あの地図があるんですけども、地図上にも書いてありますし、その詳しい、資料にもこの CTAF とスラッシュのユニコム 122.9 というようなあの周波数表示がしてあることが、結構多いですね。ですからパイロットはこの周波数に合わせて、着陸進入しますよと、今あの、1000フィートで、南の何丸の地点にいますと、で着陸進入しますよとかっていうのはどんどんセルフアナウンス、そうすると同じ周波数でセスナとかいろんなもの飛んでますから、大抵あの他の機体も言います、自分は今オンファイナルだとかオンダウンウィンドとかってね、言ってますから、そういうの聞くと、あそうか今あの何機かいて、今さっき言ったあのオンダウンウィンドっていうと、ここに今1機いるなと、セスナが1機いるなとかね、分かるんですね。まああのヘリコプターの、 あのこのトラフィックパターンのコードとセスナのコードちょっと違ったりする場合もありますけども、そんな風になんでかというと着陸進入角度が違うというのがありまして、それとちょっと違う二段構えのようなところもありますけども、まあいろいろあのそれに決まってますから、それを事前の調べれば分かります。でそれでその、そのパターンに従ってやれば、さっき言ったセルフアナウンスをお互いにしてますから、taking off from runway 22とかですね、ランウェイ22のから今離陸してますよとか、セスナとかね、あるいはパイパーチェロキーとか、いろんな機体なんかも言いますから、そういったので、あそうか今一機セスナが離陸していて、ダウンウィンドにはダウンウィンドにはパイパーっていうパイパーがいてですね、というようなのがあの、まあ、聞いただけでこう分かるんですね。そういうあの大変便利なあの風になっております。これがあのトラフィックパターンという、そういうものなんですけども、これがとても大事になってきますので、このトラフィックパターンですね、最初にあのこれで、これ上手になってきます、離着陸が上手になってきますと、インストラクターがお前ソロに出ろと言って、あの単独飛行に出してもらいますね。離着陸の訓練ができて、そのタッチアンドゴーをするようになるととっても楽しいです。もううるさい教官も横にいないし、ですね、結構自由に飛んで、よし自由にやったろうとかですね、そんなような感じで最初緊張しますけど、ソロはとっても楽しいですね。まあ、ソロ出るためにはいろんな あります。例えばオートローテーションといいまして、ヘリコプターでいうとオートローって言いまして、エンジンが途中でポンって切れても竹とんぼのようになって1回だけこう降りてくることができるっていうのは、そのオートローテーションがまずは最低できなきゃいけないし、あるいは通常のマニューバーですね、こう離陸ピックアップして、こう地上にいるところからこうピックアップしてペッと上げて、そこからノーマルテイクオフをかけて、で何ノットで機種上げして、で第一旋回旋回しながら、まあ、上昇していくわけですね。でまた旋回しながら上昇していって、ダウンウィンド乗って、ダウンウィンドで、ある途中からもうエンジンを絞って今度降下してきながらベースに入って、ベースレッグ入っていって、最後にファイナルに入って、そしてずっと降りてきて滑走路上に、着陸すると。いうような一連の動作で、また着陸しないでそのまままた加速して、なんだ同じ動作を繰り返しているような、そういうのはタッチアンドゴーって言いますけども、まあ、一旦降りる場合もありますね。一旦降りてホバリングまで行って、そこからまた加速してっていうような、そういうタッチアンドゴーをソロでいるよやるようになると、もうすごく楽しいです。セスナーでもそうですね。で私のファーストソロって、最初の初単独飛行はなんとハワイでした。ハワイ のホノルル空港じゃなくて、あそこは第一級のエアポートですけど、ホノルル空港じゃなくて、なんと真珠湾ですね、かつてのゼロ戦パイロットと同じ光景を見たわけですけども、これ真珠湾、これ真珠湾の、まあどうこうこうかな、これ真珠湾の中にフォード島っていう湾がありまして、その湾の中にフォードアイランド、フォード島という、まあ、ちっちゃな、まあ、一応島になってるんですね。でその中がここは実はエアポート空港になってまして、ここに滑走路があって、コントロールタワーが、まあ、今でもあるんですよ。実は二次大戦のこのこれがそうかな、ここにちょこっとこうちょっとこう拡大しますとこんな感じですね。こんな感じ、ここにどこだ、
ここにあの見えるかね。非常に難しい。これコントローターです。なんとこれ第二次大戦、あのいわゆる日本旧日本軍がですね、奇襲攻撃をパールハーバー、奇襲攻撃かけましたね。あの当時からあるタワーがまだ残っていまして、今はちょっとこうやって自由には飛べないんですけども、いろいろここは実は太平洋の総司令部がいまだにあります。でここにこれアリゾナ記念館っていうのがこうありましてね、ここに見にくいですけども、実はこの下に戦艦アリゾナがまだいまだに沈んでいます。沈んでいて、その沈んでいましてですね、ここが戦没者のその慰霊の記念施設になってるんですね。いわゆるそういう国立 の、 まあ墓地になってるわけです。でここのアリゾナの中にはまだそこが墓地になってますから、まだ引き上げられないで中で、ね、永遠の眠りについてる当時 の、 兵士の方も いっぱいいらっしゃるわけですね。で、まあ、この風景は、まあ、言ってみれば当時のゼロ戦パイロット、あるいは真珠湾に攻撃をかけたパイロットが見た、まあ、そのままの、風景が残ってるということですね。でここにはですね、今は何て言うかな、今ここに戦艦がバトルシップが一艘いるんですけども、ここはまだ今ないのか、ちょっと出てる時なのか。戦艦ミズーリーという戦艦がここに今ありまして、まあ、家族旅行では何年か前に行った時乗ってきましたけども、戦艦ヤマトぐらいのミズーリーという戦艦が今停泊してますね。でここ全部合わせて今その記念 の、 公園になってます。で今はここは自由に飛べないエリアになってる。私が旅行で行った時はもうなってました。で今写真撮影も厳しく制限されてまして、なぜかというとここにはいろいろ原子力潜水艦だとか、あるいはイージス艦とかですね、アメリカ最高機密軍の機密 の、 施設があるもんですから、いろんなスパイなんかがいると困るということで、写真撮影は相当厳しく制限されています。でここにヘリじゃないけども、私の場合セスナでしたけども、セスナでこうタッチアンドゴーして、やったという思い出がありますね。でその時私 の教官はスタン・ハスキンスという方だったんですけども、もうおじいちゃんで下手すると亡くなっちゃってるかもしれないですけども、スタン・ハスキンス、この人はとても慎重な方ですね。なかなか私はソロに出してくれなくてですね、でソロにやっと出してくれたと思ったらですね、私がここで離着陸を何回かしてですね、最後に最後に着陸かけてフルストップしようとしたらですね、ここの管制塔との管制塔との のあんちゃんだかおっちゃんがですね、私にもジャパニーズパイロットをそこのフルタッチしたら、この管制塔の前までタクシングしてきて、地上滑走してきて、セスナはそこを置いて管制塔の上に上がってこいと。なんかちょっと語気は荒げというもんですから、あれ何か悪いことしたかなと思って、なんかミスって、まずいことしたのかなと思ってですね、その言われた通りに、そのさっきのコントロールタワーの前に機体を止めまして、そしてフルストップですね、完全にエンジンもシャットダウンして、そうしてキーを抜いて、でその管制塔の上にトコトコって上がっていったんですね。そうしたらもう最後のドア開けたところで、もう何言われるのかなと思ってビクビクしながら行ったところですね、ドア開けノックして開けたら、入れっていうものから開けたらですね、なんと私 の、 教官であったスタン・ハースキンスっていう、そのスタンっていう教官と、それからその管制官がですね、
管制官というかですね、が、2人でニコニコ側で迎えてくれまして、おー、カーズ、よくやったとかつって、お前はファーストソロだったんだろうって、おめでとうとかつってですね、これ乾杯しようとかつって、コーヒーを、大きなマンカップに注いでくれてありまして、で、3人で、乾杯っつって、おめでとうなんて言ってくれた、すごい思い出があります。なんとあれもちょっとサプライズだったんですけども、私はなんか間違いを犯してですね、まずいことをやって、もう怒られるとばっかり思ってたもんですから、それで管制塔に上がっていってですね、そんなふうに祝福してもらいまして、とってもいい思い出をあります。それはもう何十年前だろう、40年ぐらい前の話かな私も来年赤いちゃんちゃんこになるまで、もう60か26、27、26、27の頃だったと思いますね。もう相当前の話ですけども、当時はこのフォードアイランド、ここの真珠湾のですね、ここの飛行場はとてもオープンでして、そういった世界各国からやっぱり私のようなスチューデントパイロットですね、航空留学してきて訓練している人がいっぱいいました。日本だけじゃなくて、中国人ものか、まあ、中国人の方はあんまりなかったかな、中国韓国の方はまだまだ発展途上国って言いますかね、日本はちょうどバブルの前だったんかな、あの頃はまだ、まあ、高度成長期に入ったかなっていう頃なんですけども、だからヨーロッパから結構来てましたね、ドイツとかいわゆる西ドイツですね、それとかフランス人はちょっと会ったことないですけども、オーストリアとかですね、スイスとかその辺から結構留学生が来てまして、やっぱりアメリカっていうのはそういう、飛行の設備が とても整ってますので、そういうところで飛行学校もたくさんあるし、訓練して、ライセンス取って、その、まあ、その国へ帰って、まあ、自家用、あるいはプロの目指すにもまず第一歩は自家用ですから、自家用を取ってっていうような方もいらっしゃいました。なので私いまだにドイツとかですね、あるいはスイス、オーストリア の友達がまだいまして、まあ、Facebook などで交流まだしたりしてますけども、そんなにとても楽しい思い出がいっぱいあるところですね。まあ、この当時はすごく自由でした。で、教官がですね、まあ、セスナーですからバーッと滑走してですね、いろいろ飛行機は飛行機でいろんなテイクオフがありまして、ソフトフィールドテイクオフとかね、あるいはショートフィールドテイクオフとかね、いろんなあるんですけども、いろんなありまして、とにかくパッと上がってですね、いきなり機種上げしないで、もう地上スレスレで、すごい加速していくんですよ。バーッと加速していって、もうすごいスピードで出てたところでグッと操縦桿引いてありますと、うわーっと急上昇するんですね。それゼロ戦パイロットって言ったんですけども、ゼロ戦パイロットはするなとかよく言われました絶対ゼロ戦パイロットみたいなことはやるなよっていうようなことでね、そういった思い出もあります。そんな楽しい思い出がある真珠湾ですけども、今はちょっとなかなかその自由に飛べないという状況で、なってますけども、ここも同じように先ほど最初に言いましたね、トラフィックパターン、常習経路というのが決まっていまして、その常習経路のパターンに従って、これですね、もう一回やりますね、これ、こういうトラフィックパターン、まあ、コントロールタワーがあればその指示に従えたりしますけれども、離着陸の進入にはこういったトラフィックパターンを使ってやるというような、今日は勉強をさせていただきました。次回はですね、トラフィックパターンじゃなくて、もう一歩進んで、このマニューバーですね、についてちょっとやろうかななんていうふうに思ってますけども、またエピソードがあればまたご紹介したいと思います。今日はそんなわけで、トラフィックパターンについて勉強いたしました。また詳しいことについては、また次回以降やりたいと思います。今日はどうもありがとうございました。Thank you very much for watching. See you next time. Bye bye. 次は柴ちゃんとキャンディーですね。朝活は何か出てきた。秋祭り。黒潮温泉さん。黒潮温泉さん、秋祭り。すごい。開催日11月30日。おー。